富山県氷見市磯部付近石川県道、富山県道325号、両川磯部線は、石川県鹿島郡中野都町と富山県氷見市を結ぶ一般県道である。両川磯部線と表記されているものも見られるが、これは誤りである。石川県鹿島郡中野都町の旧鳥屋町の南部に、ある、両川から東南東に進み、 大地地交代に位置する旧鹿島町の最小校を経て、徳前に至る区間と、伊田から南に向きを変えて、小竹の集落内に至る区間及び小竹から標高300メートルから500メートル前後の山々を抜けて、富山県氷見市に至る峠越えの区間で成り立っている。三つの区間とも、集落内の区間及び山間部の区間は、車両の行き違いができないほど福音が狭い区間も、 存在する。車道は全区間舗装されているものの、福音は1車線から1.5車線程度であり、ところどころに退避所が設置されている。また、地下水を水源とする、小説パイプが中野都庁両側、道庁、井田、及び道庁小竹にそれぞれ設置されている。歩道は中野都庁、両側地内に設置されているが、いずれも車道片側のみである。 富山県側には設置されていない。ありがとうございます。